1978年の宇津駅と周囲約500メートル範囲。上が門別方面。短めの相対式ホーム2面2線。駅舎横に貨物ホームと2本の引っ込み線。駅裏に副本線を持つ。駅裏は畑になっているが、かつては広いストックヤードがあり、たくさんの木材が望みされていた。写真の時期は貨物取扱廃止の直前で、 過労受じて駅舎横だけが使用されていたようである。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成宇つ駅はかつて北海道門別郡をコッペ町アザ宇打つに設置されていた北海道旅客鉄道名寄本線の駅である。名寄本線の廃線に伴い1989年5月1日に廃駅となった。 廃止時点で一面一線の単式ホームを有する地上駅であった。プラットホームは線路の南西側に存在した。その他旧貨物線線である名寄る方から駅舎側に分岐し、駅舎西側のホーム切りかきき部分への側線を一線、有した。かつては二面二線の相対式ホームを有する列車交換可能な交換駅であった。交換設備運用廃止後は、 線路は撤去されたが、ホーム前後の線路は、電鉄機の名残で湾曲していた。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は、校内の南西側に位置し、ホーム中央部分に接していた。開業以来の古い木造駅舎であった。当駅が所在した地名より、アイヌ語の、ウに由来している。ウ、あるいは、ウナイに由来する地名、駅名は、 北海道内各地にあるが、本流の両岸から小さい支流が流れ込む様を、背骨とあばら骨に例えた地名である。2000年時点で空地となっており、駅までの舗装道路のみが残存していた。2010年時点でも同様で、2011年時点でも、さら地であり何も残っていなかった。ありがとうございます。